前回の引き上げ時のことを、まあ、検証してみますとですね、いくつかの課題が、まあ、明らかになっております。前回、まあ、2014年の引き上げ時にはですね、特に、低所得者層において、まあ、消費の抑制傾向が見られた、また耐久消費税を中心に駆け込み需要の反動減が大きかった、さらには対策を実行するための補正予算の規模が負担等に対して必ずしも十分ではなくて、その対策のですね、効果の発現も引き上げが4月の1日だったのに対して7、9月以降に忘れ込んでしまった、まあ、結果的に消費税率引き上げ前後に大きな需要変動が生じて